霊夢さん、今回は前代未聞の興行収入を出したガンダム映画についてなのですが。小生さん、その映画とは？ガンダムナラティブでございます。ナラティブは評価のとても分かれる作品だったよね。サイコフレームがメインとなりますからね。ガンダム UC が好きな人は楽しめるし、そうでない人は。例えば、08小隊のようなリアルなガンダムが好きな人は受け入れにくかったようです。ポイントは、オカルトを受け入れることができるかどうか。単体のガンダム作品としては、とても完成度が高いという評価がございますが。でも、富野監督があえてぼかしたニュータイプを。その解釈を勝手にするな、というファンの人からの評価は低いようです。リアル思考ではなくて、ミステリアスなパワーが存在する世界の作品としては、評価があまりにも分かれるところが、ガンダムナラティブという作品です。今回は、ナラティブを実際に見た富野監督の感想に関してですね。あと、そもそもナラティブが作品としてどうだったか。はい、それでは皆さん、ゆっくりしていてね。それでは早速、ガンダムナラティブについてお話ししていきたいと思うのですが、本当にガンダムファンとして喜ばしいことなのですが。どういうところが？なんとですね、ガンダムナラティブはですね、スクリーンアベレージで堂々の第一位を取った作品なんです。スクリーンアベレージって何だったっけ？スクリーンアベレージとは、簡単に言えば映画館一箇所における興行収入ですね。例えば？全国300スクリーンで公開され、興行収入2億円の映画館のアベレージは約66万円ですが、同じく興行収入2億円ですが、全国50スクリーンの場合だとアベレージは500万円です。最近ではアニメ映画などが公演アベレージが高い傾向にありますね。なるほど、いずれにしても1位を取ったナラティブはすごいよね。見た方のご感想もかなり評価が高くてですね。世界で一番濃密な90分を過ごせた、これで終わるのは絶対にもったいない、音楽が良かった、これぞガンダム作品の本質、ガンダムファーストからのファンだけど初面白かった、このように初心者の方も楽しめたようですし、昔からのファンの方も同様だった印象でございますよ。往年のファンを納得させつつ初心者をも楽しませるってすごいよね。それだけ制作にフックを入れてたくさんの見せ場を作っていたようですね。もちろん音楽もマッチしていて素晴らしいと。もともと F91 以来の宇宙世紀っていうことでみんな待ち望んでいたから。それだけ期待値が高いと、蓋を開けてみて大したことがなかった場合かなり叩かれますが、今回そのような批判はあまり出ていない模様ですから。それだけ多くの人たちが満足したということなのかな。かなり作り込みがすごかったようで、福井さんはこのようにおっしゃられております。今回はニュータイプに対して踏み込んでいて賛否あると思うのですが、僕が勝手に思いついたわけではなく、過去のシリーズから振り返ってみるとこう考えるしかないと思うポイントがあると思うので、そういったところに注目しながら見ていただきたいです、とこのようにおっしゃられているんですよね。ニュータイプについてとても熱く語った、と。それだけ自信があったのでしょうしね。そして少し気になるところとしては、このようなことがインタビューで語られていたのです。どんなことかな？それはですね、監督である吉澤さんへのインタビューでの出来事なのですが、その時のインタビューを霊夢さん読み上げてもらえますか？はい。ちょくちょく富野さんとは今後の仕事の取り方とか色々お話しするんですけど、仕事を選べる立場か、お前は、って言われるんです。だから、とりあえず来たからには、やってやるっていう気分でお受けしました。富野さんには、かなり大丈夫かよ、みたいなことは言われたんです。僕、他社さんのお仕事でも絵コンテを書いたら、よく富野さんに見せて、アドバイスお願いしますって聞くんです。すると富野さんも、他社作品の内容は尊重して、あくまで絵コンテの技術的な部分のアドバイスをくれるのです。カメラをこうした方がもっと派手になるぞとか、キャラクターの髪下をもっと意識しろとか、
こういうことをしたらもっと盛り上がるぞとか結構具体的なアドバイスをくれるので、ナラティブもどう言われるかなと思いつつ、序盤の絵コンテを渡したんです。そしたら翌日、スタジオにやって来なかったんです。あれ、どうしたんだろうと思ったら、次の日も来なかったんです。これ、絶対にキレてるな、と思って話を聞いたら、まあ案の定、最初の数ページを見て頭に来て、内容が入ってこなかったって。なぜかというと、ナラティブ、は、コロニー落としのシーンから始まるんですが、お前たち若い者は、俺のやったコロニー落としから何も、新しいことをやっていないって。富野さんのやってきた宇宙世紀から、何も、次の一歩を感じられないって言うんですね。宇宙世紀の話で、コロニー落としで、言っちゃえば、機動戦士ガンダム、逆襲の、シャアの後の話じゃないですか。なんで違うことをやっていかないんだ、お前たちは、って。そこから脚本と、その企画を通した人間に対するバリ雑言が始まって、僕はどんな顔をしたらいいんだろうって。このような形でですね、いつもの音体の厳しいお言葉で、現場は凍りついたようですね。富野監督も愛情があるから。ほとんどの作品を褒めないことで有名ですが、バリ雑言もあったようで。やっぱりかなりピリピリしたようだよね。あと、やはりですね、アドバイスを求めたのは吉沢さんの方からですから、その結果、バリ雑言を食らっても、それは仕方のないことだと思うのです。富野監督の発言って結構インパクトがあるから、ネットが普及してからたびたびこのように取り上げられることがある。こちらのチャンネルでもたくさんのコメントをいただきましたから。はい、霊夢さんいかがでしたか？やっぱり富野監督って自分の作品ですら悪く言うことがある人だから、決して悪気はないのかなと思ったりもするけど、わからないな。富野監督は監督というよりもやっぱり芸術家なんだなということを今回強く感じました。うん、アニメを心から愛しているからこその言葉なのかもしれないね。はい、今回はガンダムナラティブについてお話ししてきました。動画を見て何か感じたことがあればコメント欄に書いてくださいね。それでは霊夢さん、そろそろ終わりましょうか。はーい。視聴者の皆様、動画を気に入った方はチャンネル登録をお願いします。